連邦首相、連邦首相、連、邦首相は、オーストリア共和国連邦政府、内閣の長、同国の政府の長であり、最も強大な行政権を有する。ドイツの連邦首相と異なり、オーストリアの連邦首相には政策に関して、連邦大臣を拘束するような指針を策定する、権限が与えられていない。これは、憲法の規定によるもので、連邦首相は、 連邦政府における同配中の主席ではあるが、他の連邦大臣と同等に扱われる。しかしながら、実際には、連邦大統領が各連邦大臣を任命する際には、連邦首相の推薦を要し、また、連邦大臣の解任においても、連邦首相が連邦大統領に対して同意することを要するため、オーストリアの政治制度において、連邦首相の権限は突出したものとなっている。 連邦首相は、ウィーニックのバルハウスプラッツ2番にある連邦首相府で職務にあたる。連邦首相が連邦大統領によって任命されるようになったのは、修正連邦憲法が施行された1929年12月7日のことで、それまでは国民議会が連邦政府を選出していた。憲法の規定では、連邦大統領は自由に連邦首相を任命することができるが、 実際には国民議会の多数派から選出しなければならない。連邦首相は連邦大統領に対して他の連邦大臣の人選について定義することができる。宣誓がなされたことをもって連邦政府及び連邦首相は直ちに権限を与えられることになり、連邦政府の任命の際には国民議会の認証を必要としない。しかし国民議会は連邦政府、 または個別の連邦大臣に対する不信任を決議することができ、これにより連邦大統領は連邦政府、または個別の国大臣を解任しなければならない。また、連邦大統領は連邦首相の定義を受けて個別の連邦大臣を解任することができる。連邦首相の任期は連邦大統領、あるいは国民議会とは異なる一定ではない。これは、 連邦首相が随時任命されうるためである。連邦首相及び他の連邦大臣の任命については、憲法上は国民議会選挙や連邦大統領選挙、またその任期とは関係がない。しかしながら連邦政府は通常国民議会総選挙後に連邦大統領に対して辞表を提出する。この総辞職は法令上の義務ではないが民主的に行われた選挙と、 連邦大統領に対する敬意を表すものである。また、国民議会による不信任決議の可決には過半数の賛成を要する。さらに理論上は、連邦大統領は自らの裁量で連邦首相を任命することができるため、憲法の規定上はより厳然とした地位を与えられている。連邦大統領が新たに選出されたときは、連邦政府は規定がないとはいえ、 連邦政府が総辞職するということが起こりうる。このように、連邦首相の任期について、法令の定めによる期限は定められていない。なお仮に、国民議会総選挙後に、連邦首相が辞職しないということが起こった場合、連邦政府の任期と、立法府の任期とを連動させるべきであるという、考えられていることから、国民議会が不信任決議を採択したり、連邦大統領が、 連邦首相を罷免したりすることになり得る。連立政権でそれぞれの会派がほぼ同じ勢力を有していないという場合においても連邦首相は俗には単に首相と呼ばれるが一般的にはオーストリア国内の政治実務で最大の権限を負っていると考えられている。プロトコール上の順位は連邦大統領、国民議会、連邦議会両議長に次ぐ 第4位の地位となる。連邦首相は、連邦政府の業務を調整する目的で、連邦政府会議、閣議を、通常は週に一度招集し、議事を進行させる。連邦大臣から出される、政府案は前もって、すべての連邦省、すべての連邦州、多くの利害関係を有する者による、いわゆる調査手続きを経たもので、連邦政府会議で決定を行い、 また必要に応じて、全連邦大臣の合意を得て、修正を加えた後、連邦首相がこれを決裁して、国民議会議長に政府案を送る。議会で可決され、連邦大統領が認証した法律は、連邦首相も連邦憲法に従って、これに連署する。法律は、連邦大統領と連邦首相の二つの国家機関の署名がなされて、 初めて法的効力を有するようになる。このような法律は連邦首相により直ちに官報に掲載の上交付される。オーストリアの連邦首相はドイツの連邦首相とは異なり、憲法上は原則的に連邦大臣に対して連邦政府の指針を定める権限を有していない。連邦首相が連邦大臣との相対で優位とされるのは連邦憲法で定める。 連邦大統領が連邦首相の定義を受けて連邦大臣の任命を行う手続きの時である。連邦大統領が連邦首相または連邦政府隊の解任を行う時は定義を要しない。ところが実際には連立政権における連邦首相は議会における多数を維持できなくなる恐れがあることから連立相手の会派に所属する連邦大臣の解任を定義するということはない。 連邦首相が実務において最大の権限を有しているというのは個人的な権力の強さまたはその人物が最大政党の党首であるということによるところが関わっている特に連邦首相の権限が強いとされるのは連邦財務省が連邦首相の信用を得ており行動を同じくするというところによる連邦首相は他の連邦大臣と同様に予算質疑において 連邦財務省と一致していなければならないのである。ところが、連邦首相を取り巻く状況でこのような優位性が生じなかった例外がある。2000年に第三回派であった国民党党首のボルフガング・シュッセルが連邦首相につき、その第一次政権では連邦財務省が同党から選任されなかったということがある。この時の連邦首相の影響力は自党内に止まるものであった。 連邦首相の連邦政府会議における議決権は、その地位があくまでも連邦政府内の主席というものに止まるため、他の連邦大臣と同等のものである。連邦首相は連邦政府としての協議の結果をまとめる際に、連邦首相府が担当する分野については、率先することになるが、各連邦省が担当する分野では、担当大臣が率先することになる。 外務省が独立した組織として設置される以前は、連邦首相が外交分野を担っていたが、後に、専任の大臣が独自に外交政策を担うようになった。最近の連邦首相は、スポーツ担当省を兼ねている。2007年以降の連邦政府において、社会民主党の連邦首相、アルフレート・グーゼンバウアーは、副首相、財務省を保守系の国民党に所属する。 ビルヘルム・モルテラーが務めていることから、連邦首相としての権限が抑えられているような状況にある。これは2008年12月に発足したファイマン政権でも同様であり、国民党党首のヨゼフ・プレルが副首相、財務省についている。このような状況では、政権が行き詰まる恐れがある。連立を組む政党がほぼ同じ勢力を持っているときは、 連邦大臣の役職を二分することになる。2000年には国民党から連邦首相が自由党から財務省がそれぞれ選任され、また2007年以降は社会民主党から連邦首相が国民党から財務省がそれぞれ選任されている。また2007年以降は財務省が副首相職を兼務しているが、法律上は連邦首相と同じく特に他の連邦大臣に 対する権力を持つことにはならないものの、議会においては、両党がほぼ同じ勢力を持っており、実際の面では副首相職と財務省職等、兼ねるということは、連邦首相の権限を政治的に抑えるということになる。連立を構成する政党の中で、より勢力が大きく、また、連邦大臣職を自動で独占することができた高い影響力を持っていたり、 あるいは単独政権を受立することができたりした連邦首相は第二共和制においてはヨゼフ・クラウスとブルーノ・クライスキーだけで両者は内政においてより強力な権限を有していた楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください